西口南柏駅は、千葉県柏市南柏一丁目にある、東日本旅客鉄道常磐線の駅である。駅番号は、JL27。東日本旅客鉄道の常磐線各駅停車が停車する。駅からの主な動線整備としては、駅東口側に各主要施設を結ぶ歩行者デッキが整備されている。 1990年代頃までは当駅から西側の線路沿い周辺に小さな商店街があったが2000年代初頭に大幅な都市再開発が行われ様変わりした。特に駅周辺の区画や道は大きく変わり南柏駅開業当初からの風景は大きく変わった。フィールズ南柏屋が立地するところにはかつて住宅展示場があった。 流れ山市との境界が、駅西側を通る。当駅には、JR 東日本都市開発運営のミニ駅ビルで、ある、スキップ南柏、近傍には、大型商業施設のフィールズ南柏、キュアラ、霞フードスクエア南柏駅前店、ビッグ A かしは南柏店、京北スーパーアプリス店のほか、雑居ビル、集合住宅など様々な用途の建造物が、 存在している。駅周辺にはかつてドラッグストアの松本清志が多く出店しており、西口徒歩3分の国道6号沿い、東口徒歩3分の千葉銀行向かいにも存在していた。現在もアクロスプラザ流山、光が丘、豊住、中心塾と周辺には多く存在するが、駅前では東口駅前のフィールズみ並かしはないのみである。 フィールズ南柏は、アクロスプラザ流れ山を除き、かつて、スーパー松本清として営業していた建物や土地を、ドラッグストアに転換したものである。1953年に、駅間距離の長い北小金柏間の中間駅として設置され、駅西側地区の土地区画整理事業が進められた。東口は開業時に設置されていなかったが、 1957年に光が丘団地が造成されて以来南部地区を中心として住宅開発が急速に進み東口開設が要望されていた。1970年2月に南柏駅東口開設規制同盟が設立され柏市では東口開設を国鉄に請願し同年9月に承諾された。 1971年3月、東口開設の起工式が行われ、協上化の改築に合わせて1971年12月、東口が開設された。協上化した時の駅舎は620平方メートルの駅本屋と、幅6メートル、長さ24.5メートルの自由通路を整備。観光線上に設けられた島式ホーム一面2線を持つ地上駅で、 橋上駅舎を有している。改札口は1カ所。出入り口は東口と西口の2カ所がある。改札内外にエスカレーター、エレベーター、トイレ等が新設された。柏駅が管理し、JR 東日本ステーションサービスによる業務委託駅で、追加対応自動改札機、指定席券売機設置駅。2019年3月16日のダイヤ改正後からは、 駆け込み乗車の減少に効果があることから、電車備え付けの発車メロディを使用している。2020年度の1日平均乗車人員は25,125人で、ある。周辺の駅が減少傾向にある中、当駅は再開発の影響もあり2008年まで増加傾向にあった。2009年度からは微増、微減はあるがほぼ横ばいである。当駅からの路線バスが、 光が丘団地や冷卓大学、冷卓中学校、高等学校、東部の打線の新柏は駅、真潮駅付近を経由するため、住宅街の駅ではあるが、利用層、利用圏は広い。また、流山市との境に近いため、同市からの利用者もある。JR 東日本及び千葉県統計年間によると、近年の1日平均乗車辞任の推移は、以下の通りである。 イオンモール、柏主に、東口からは、柏市光が丘、境根、松戸市根岸方面へ、西口からは、流山運転免許センター方面への路線バスと、流山市のコミュニティバス、流山グリーンバスが発着する。全路線が、東武バスセントラル、湘南営業所により運行される。運行は、流山グリーンバスは、東武バスセントラルにしかしは営業事務所。 京成バス、松戸営業所との共同運行のほかは、東武バスセントラルにしかしは営業事務所の運行である。駅前広場が狭く、タクシーしか入れないため、バス停留所は、徒歩1分程度のビッグ A かしは南かしは店前に設置されている。注釈出店広報資料、プレスリリースなど一時資料。ありがとうございます。